ごいな、一発でバレたな。新宿で回してるんですけど、こっちで出会ったお世話になった人に、ここの公園がカオス公園って聞いて、どんな感じだかなって見に来て、西成の三角公園みたいな感じで、ここだけなんかちょっと無法地帯というか変な人がいっぱい集まってるみたいな、でなんかいろんなものを売りつけてくるみたいな話聞いて、見に来て歩けたら、さっき連れて行かれたやつがあの隠語を言ってきた僕らに。でも僕らそんな買わへんからイランイランって言って、ここにいたら10秒後ぐらいやんな、俺そんなってきてボディチェックして、今からちょっと見てください、こんな映像になりました。声かけてきたやつや、あんなすぐバレるもんだよ、一直線で行ったよな。あ、バット出てきた。どこから？あのカバンから。バットケースか。バットケースからバットはバットやろ。凶器として見なされるのか。帽子の中まで調べられてる。あれでもしさ、俺らちょっとでもお願いしますって言って勝った瞬間、うんやろな。どこで見てたんやろな、これ。お、見せてバレた。そう。うわ、見せたみたいな顔するやん。多分交番連れてくんじゃん、あの角交番っぽい、そう、って感じで、あの連れてくる、多分タイプ変わるだろ。だって俺らにいるって聞いたってことはさ、持ってるってことやもんな、うん、それかどっか隠してるんかもしれへんな。バットケースからバット出てきただけやどうすんねんやろな、野球少年やったってことでね、ここになんかその名物おばさんがおるらしくて、狂ってるらしいねんけど、なんか急にその辺でおしっこしたりするらしい。そのおばちゃんおらんな、多分ヒッピー公園やから、なんかそういうヒッピーな人がおるし、ここだけはあの無法地帯になってるみたいな感じで聞いてんけど、普通に突っ張られたな今。待って、ちょっとここでゆっくりしながら見とこうか。普通の人やじゃない。めっちゃ寒いわ、帰ろうか。待ってた人がいて、この写真なんですけど、急におしっこしたり、まあ、薬中らしくて、めちゃくちゃなこと言ってるコーヒー売りのおばちゃんがおるらしくて、まあ、西成の公園でいう坂田恵子さんみたいな感じらしくて、そんな人と会えたら楽しいやろうなと思ってて、待ってて、パクられたんちゃう？帰ろう。っていうか、さっきさ、うちらに声かけてきたやつ、また警察来た。全員俺らに声かけてきた人たちが今パクられていってる。逆に協力してあげてもいいんじゃない？てか謝礼もらう。俺ら多分指名手配されて、逆の悪い奴らに。あ、そうだ、殺されるで。こいつらいたら警察来るんです、うん、てかまあ、俺らがここにおることで犯罪者が逮捕されていく。やら、帰ろ。かわいそうやわ。やれって言われてるよ。怪我する、怪我する。南米中南一発目で怪我長いわ。頑張れ日本。すごいね、ポリス買い物してる。ハッピーバースデイトゥーユー。このチーズをかけます。はい、ということでコロンビア終わりました。僕ら行ったのはボコタ、明月星人の2つなんですけど、他のところいっぱい見どころがあって、カリとか砂漠の町とか、あとはそうカリブ海に面した町とか、すごいコロンビア見どころがいっぱいあるんで、僕らも全部回りきれなかったんですけど、ちょっと今回足早です、申し訳ないですけど。これには理由があって、これです。絶対に行きたいんで、ちょっと早足なんですけど、南米がコロンビアのまとめですね。じゃあ僕またコロンビア行きたいと思ってます。非常に最高の国でした。スリランカとかはちょっとあれやな、あれやってんけど、いやめっちゃいいコロンビア。注意点、治安がものすごく悪い、それだけです。まあ女性とかはツアー組んだ方がいいかもね。いつも通りね、5つに分けて言います。まず食事、交通、物価、夜遊び、治安、これ行きたいと思います。でまずね、何やったっけ、食事ですね。いろいろちょっと現地の人に連れて行ってもらってんけど、肉料理が多いですね。肉と米で、南米らしいお豆のやつとか、あとはバナナを焼いたやつとかね、あれはもう南米結構全部一緒やな、カリブの地域は。でも非常に美味しいです、日本人に合います。宗教はカトリックなんで、特に肉の制限もなくて、牛、豚、鶏全部食えます。で非常に美味しくて安いです。交通なんですけど、電車が通ってて、トラムみたいなのが通ってて、あれで結構主要な都市行けるんで、あれとほとんど回れるみたいですね。ウーバーがめっちゃ安い、5キロぐらいでも200円とか。だからもうウーバー一択でいいと思う。なんでかって言ったら危ないから。昼間朝でも裏路地入ったらめちゃくちゃ視線感じるし、みんなほんでこう上見といてな、絶対電線に靴のぶら下がっとったらマジで行かれるから。
俺らも動画見てもらった人おると思うねんけど、あの夜ダラダラ歩いてたらもうナイフこんなんで突きつけられてスッって言われた。だからもう交通はちょっと気をつけてください。ほんまにこれみんな言うと思うけど、これガチやった。ウーバー一択です、安いから。で次物価、非常に安い。まずご飯がだいたい500円あったらちゃんとしたものを山ほど食べれます。ちょっと残すぐらいお腹いっぱい。 Uber とか交通めっちゃ安い。ほんまさっき言ったように500円ぐらいあったらどこまででも行けると思う。500円でそれは言い過ぎやな。まあ空港とか何キロとか離れとったら2000円とかかかる。ビールが100円ぐらいでも水とかも何十円で、あともうお菓子とかも安いし、もう基本的に安い。もう女性も言ってないけど、夜遊びに関しては非常に面白いです。で僕らボコタメデジン行ってんけど、ボコタの方が安い。酒もあのエロおじちゃんが見てると思うんだけど、酒とエロおじちゃんが好きなものは安いです、ボコタの方が。ただ治安がすこぶる悪いです。もうナイフ突きつけられるんで、必要最低限のお金とカードだけ持っとったらいける。みたいなのとかとか、あとはもう立ちフリーランサーの姉ちゃんとか、そういうのでみんな遊びに来てるらしい。でメデジンの方は安全に綺麗な女の子と遊べる、そんな安いっていうわけじゃないみたい。女性をワンナイトラブするのがもちろん僕はしないけど、1万円いかないぐらい、まあ、日本と比べたらちょっと安いんかな。その代わりザ・コロンビアンのボンキュッボンのもうセクシーダンスが真上で見れるらしいな。大地くんそうやったやろ。まあ、ドルとか持ってパッて遊びに来たらすごい大豪遊が理想的なものが安全にできるのはメデジンだから気ぃつけて。ちょっと待って、蜂がさカメラの周りに今はい、そういうことです。治安ですね。最後すこぶる悪いです。南米の中でもコロンビアとベネズエラっていうのがあって、ベネズエラっていうのがバチバチの内戦をしてて治安悪いから、ベネズエラから移民が来てんねん。その移民がやっぱり貧困になるから、治安が悪いって何かって言ったら、やっぱ貧困やからみんな物を取ったりギャングに入ったりしてしまうから、もともとの根の問題はやっぱ貧困っていうところがあって、治安があの比例して悪いです。メデジンとボコタあって、この移民とか悪い人たちがメデジンを通ってボコタに行き着くらしいね、最終的に。なんでかって言ったら、まあやっぱ首都やし観光地も人も多いってことで、ホームレスとかギャングには住みやすい。あとそういうよりも流通してるのがやっぱボコタで、そこに行き着いてしまうらしい、終着点。あと国の中でも内戦があって、で政府と反政府軍がバチバチしてる中で、その反政府軍もゲリラっていう形で今地方に追いやられてんねんけど、地方でめちゃくちゃ発生するらしいから、長距離バスとかも普通にゲリラに襲われたりするらしい。だからそういうのもちょっと気をつけてください。ちょっとこれマジで参考にしてくださいね。ちょっと前の動画にコロンビアチャンネルっていうリョータってやつのチャンネルも載せてるんで、なんかあったらそいつにインスタで送ってあげてください。で僕らが行ったスラムみたいなファベーラみたいなところも、あいつらに言ったら全然連れてってくれるし、やってくれるんで、安全に最高の旅ができると思います。ということで早口になってしまいましたが、今ブラジルにおるんですよ。ちなみにで今から散髪せなあかんなと思って、この動画撮っとかな、あの時系列おかしくなるんで、今ちょっと早口で撮ってました。はい、ということでどうだったでしょうか、コロンビアの旅。僕と太一は非常に楽しめた、プラスめっちゃ怖かったです。変な話です。そう、一番ビビったやろ多分。安全に皆さんも行ってください。ちょっともうほんまに早口ごめんなさい。ちょ今から散髪の撮影をしないといけないんでね、早口やったんですけど、重要な要点は伝えられたと思います。ちゃんと頭の中であの入っとったんで、じゃあ行こうか、急いで。ちょっと早いって、 何その早口なんて。ちょちょ急いでんだから、あの散髪の撮影とかいろいろせなあかんやん。もう何べん もう WBC もあるしか。いやいやいや、別に WBC 来週だし、あんな慌てなくていいよ。なんで。いやもう 急いだ方やろ。行こう。もう動画後で出んねんけど、昨日出会ったブラジルの女の子と今から出てた。結婚してんのに。今日も動画を最後まで見てくれてほんまにありがとうございます。概要欄にインスタグラム、ツイッター、サブチャンネルアカウントが貼ってるのでフォローお願いします。心から。ハングオーバー二日酔いという意味、マンペ旅アパレルブランドオープンしました。頑張って作ったので買ってください。そして売れ残っております。パチンコで買ったら買ってください。お前ってもう最悪やな。ついに念願のブラジル。デートします。